いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。なんでヘルメットをかぶってるんだって。ヘルメットかぶって仕事すると集中できる。今日の YouTube はこのね、いつもかぶってる EX0 に合うかっこいいゴーグルのお話です。この1年かぶってる大人気の照英の EX0 なんですけど、これね、こうね、カシャーンってなるんですけど、これをかぶって FTR 乗ってるとかなりね、俺の FTR にはマッチしてると思うんですけど、ちょっとね、走行してると、あ、もうちょっとこうだったらなっていうのがあります。それがこちらです。はい、EX0 ね、普段ね、こうね、シールドをね、下ろしてね、走ってるんですけど、前からの風はね、このシールドでガチッとね、ガードしてもらいます。ただし、お気づきでしょう、まあ、このね、ヘルメットかぶってる人でよくわかると思うんですけど、こういうとこね、まあオフ仕様なんで仕方ないんですけど、めっちゃ開いてるんですよ。走ってるとこの中から風が入ってきて、このね、アイシールドのね、中に風がね、入ってくるんですよね、ピューッと。で、これね、真冬めちゃめちゃ寒いんですよ。で、あと高速道路ね、走ってると下からね、こうね、巻き込む風、それがこのね、ヘルメットのね、隙間から入ってきて、ちょうどね、ここ開いてるんですよ。こっからね、目にね、どん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 ね、入ってきます。これもね、なんとかしてないと、まあ夏だったら全然まあ気持ちいいんですけど、まあここからね、寒くなってくると、もう多分ね、目ね、カチカチになるんちゃうかなって、こうって、これなんとかしたい、マジで。ということで、このね、ヘルメットのデメリット部分、そして目を保護する、そして見た目がかっこいいっていうので、あのね、大人気のゴーグルを買ってきました。はい、ドーン、照英のヴィンテージゴーグルでございます。このね、照英のヴィンテージゴーグルね、予約販売すぐなくなって、いろんなね、バイク用品店に行ってもないんですよ。でね、ちょっとね、ある入手経路から、入手しまして、このね、照英のヴィンテージゴーグルをね、どんなもんじゃいと、 EX0 にどれだけ合うんだとっていうのを皆様にお見せしようと思います。はい、それじゃあこのね、照英のヴィンテージゴーグル、開封の儀式をしていこうと思います。じゃんじゃん、おーおー、どうなんこれ、おー、結構し、うわー、だっさ、ここ、おー、いいですね。臭いけどな、微妙。それじゃあ、ただいまからこのね、照英のヴィンテージゴーグル、このね、文字がね、超絶だ、 EX0 にね、つけてみます。イメージね、イメージ、こんな感じね。結構ね、ゴムはパンパンですね。うわ、なんか悪そうやな、これ。はい、これから照英のね、このゴーグルの装着方法、この装着方法は照英さんのホームページにも載ってるんですけど、ちょっとそのホームページ見て勉強してやってみます。まずこれをかぶります。こうね、かぶります。で、ヘルメットかぶります。顎ひも止めます。で、ここからこれを当たらないように上げます。このインカムがあるからちょっと気をつけないといけないですけどね。上げます。目に持ってきます。うお、吸い付く、うわ、すごっ、ぴったり、こんな感じです。めちゃめちゃね、
ピタッとフィットしてて、これだったら巻き込みのね、下から来る風も来ないっすね。すごい、ちょ、メンタも飛び出すぐらいギュッてなってるんで、ちょっとね、これから実際 FTR 乗って検証してみようと思います。はい、ショーへのね、ヴィンテージゴーグルね、どうですか見た目、かっこいいっしょ。あのね、このね、やっぱショーへがつけてるからさ、この EX0 にピターッとフィットして、顔にもね、ピターッとフィットして、ゴーグルの周りのね、スポンジがピターッと、本当にピターッとなってて、このね、隙間ゼロです。 EX0 だけにね。で、このゴーグルしてない時にさ、その EX0 の、まあ、欠点というか、まあ、オフ車用のヘルメットなんで、まあそうなんでしょうけど、そのね、隙間からの風ね。たださ、ゴーグルしてるだけでヘルメット自体は何も変わってなくて、もうね、隙間空いてるんですよ。でもね、この隙間からね、目の方にね、風が絶対行かない。それはね、ピターッとなってるからだと思います。はい、今幹線道路をね、60キロ巡航しております。全然ね、風がね、目に入ってこない。前からはもちろんですけど、この隙間からもね。これ60キロ巡航でこれだけね、風が入ってこなかったら、これね、高速でも余裕なんだろうな。ちょっと今日ね、時間の都合で高速行けないんですけど、なぜ行けないかというと、俺ね、実はね、この撮影の間に散髪にね、行くことになってまして。まあ、それどうでもいい話なんですけど、これ多分さ、見てもらったら分かるんですけど、結構ね、こうバイクに乗ってるね、姿もね、かっこいいと思うんですよね、デザインがね、こういう風な感じで。多分ね、これね、見られてんな。FTR かっこいいなって。一応ね、バイクはファッションだって言ってる番組なんで。これね、すごくね、性能いいと思います、マジで。俺実はこういうさ、ゴーグルもね、初めてね、してます。で、実際どうなんだろうと思ったんですけど、やっぱりぴったりですね。ヘルメットに合わせたゴーグルを使うっていうのはすごくね、重要なことだなと。ね、でもね、いいものだけじゃないんですよ。これね、レビューなんで正直にお話しすると、もちろんね、見た目がね、めちゃめちゃかっこいいのはね、間違いないんですけど、このね、ゴーグルを装着した瞬間に、このゴーグルの中ね、曇って、うわっていうような感じになります。で、照英の、説明書を見ると、まあ曇ることもちろんね、こういうゴーグルなんであるみたいなんで、その時はね、こういうメーカーさんの曇り止めを使ってくださいと。すごくね、丁寧に書いてました。で、ね、あとね、この表側ね、表側、例えば雨とかさ、まあなんかこう、ちりついたり汚れたりするじゃないですか。それも、多分照英さんじゃないんですけど、さっきの撥水も含めて、撥水というか曇り止めね、撥水材もなんかね、他社さんのやつを使ってくださいって書いてたんで、いや、今度ちょっと買いに行ってみようかなと思います。でもね、走ってるとさーっとね、曇りがね、引いていきます。でね、めちゃめちゃクリア、めちゃめちゃ見やすいですこれ。でね、2つ目がね、もうこれ多分ね、個人差あるんですけど、実はね、このゴーグルのこれ目の周りにすごいね、おっきいね、厚いスポンジがあるんですよ。そのスポンジね、ギューって押さえるから隙間風が入ってこなくて目が保護できるんだと思うんですけどね、そのスポンジのね、肌触りがね、俺ちょっとね、肌に合わなくて、意外とね、俺あの敏感肌で、これちょっとね、特にね、このね、目の下部分がちょっとね、痒くなるかもなーっていうような感じがしております。じゃあつけるなよって言われるんですけど、まあでもね、それはね、重箱の隅をね、つくような、まあゴーグルなんで当たり前だろうっていう話だと思うんですよ。まあ、それ以外は本当にね、俺困ってた隙間からね、入る風問題、それはね、完璧にクリアされてますよ。おー、すごい混んでんな今日。あ、はい。で、このね、ゴーグルね、もちろんね、オフやる人は、まあ、使えばいいと思うし、俺みたいに街乗りでなんとなくね、オフっぽさをね、演出するね、ファッションとしてのアイテムでもすごくいいと思うんですよね。で、これ多分ね、夏はね、使えないなと。もう暑すぎて。おそらく、これぐらいのね、秋から冬、で、春の初めにかけて、まあ、風が冷たい時、その時に目を保護する、アイテムとして、このショーウェイのヴィンテージゴーグルは、
本領を発揮するんじゃないのかなと。まあこれからね、まあツーリングシーズンといえども、まあ気温はどんどんね寒くなるんで、特に朝晩はね、その時に、このねショーウェイのヴィンテージゴーグルは大活躍するんじゃないのかなっていうふうに大城前思います。はい、いかがでしたでしょうか。ショーウェイのねヴィンテージゴーグルのねインプレをしてみたんですけど、とてもねかっこいいゴーグルです。これで本当に風入ってこないんで、であと FTR にねすごく似合ってます。結構ね手に入らないゴーグルみたいなんですけど、もしね電動で見かけたら買ってみてください。あの EX0 使ってる人、すごくね EX0 ね弱点を補ういいゴーグルだと思います。それじゃあ皆さん、まあこんな感じなんで、なんでもね好きなもんつけてね、かぶってね乗ればいいと思うんですよ。バイクはファッションなんで、とにかくねかっこよくね、バイクライフ楽しんでいきましょう。じゃあそういうことで来週も見てね。ありがとうございました。